お疲れ様です。今日は冬東京の PV プロモーションビデオを撮っていたんですけど、今回は一輪車の人たちとか、あとはダンサーの人たちとか、すごいいろんな方の力を借りて曲のノリを追求してみたわけですけど、そうですね、表向きには出ない、まさにその女王の仮面に隠されたセンチメンタルラブロマンスっていうところ、この映像から皆さんはいかが想像できるでしょうか。申し訳ありません。あれを最初にやったのはとってもベルサイユらしいなぁとは思うんですけども、まあ、僕たちは年齢とか性別、国籍とか関係なく、一人でも多くの人に自分たちのビジュアルとか音楽を伝えたいと思ってるんで、その最初のきっかけとして男の人を限定でやったのはとっても今のいい形につながってると思います。あれも毎年これからやっていけたらいいなと思いますね。関係なく一人でも多くの人に自分たちのビジュアルとか音楽を伝えたいと思ってるんで、その最初のきっかけとして男の人を限定でやったのはとっても今のいい形につながってると思います。あれも毎年これからやっていけたらいいなと思いますね。僕が6名間にお世話になってたんで、あれを最初にやったのはとってもベルサイユらしいなぁとは思うんですけども、まあ、僕たちは年齢とか性別、国籍とか関係なく一人でも多くの人に